ち壊したいか。ドイツだ。な、これくらいで済んでよかったかも。お、美人な女性が。結構いいパフォーマンスだと思ったけど。でも声が。ハイでもなってるのかよ。なあ、聞くまでもなかったか。もちろんハイだ。それでも勝ちそうだったじゃない。そうでしょ。ハイになって注意力が散漫になった。それが負けた理由だ。もちろん、それについてはもう心配しなくていい。こいつのせいでもう廃業だろうから。キスしてほしいか、それともこのリトルバードに自分の腹渡を食われたいか。その呼び方はやめろって言ったでしょ。この場所は何だ。この場所は何なん。この辺の出身じゃなさそう。顔。ここはコンバットゾーン。連邦で一番のアリーナ。このケイトは花形スターだ。100戦以上不敗だ。以前はもっとちゃんとした客を扱っていたんだが、2年くらい前にレイダーのギャングが転がり込んできたせいで閉鎖的な施設になってしまった。お前らが顧客を全員殺して廃業にしてくれた以前の話だがな。何かトラブルでも。何かあったの。二人に何かトラブルがあったみたいだけど。トラブル？違う。でもバカな客を楽しませていたからこそ仕事ができてた。これからどうすればいいのかわからない。あいつらが何なの。また別の客が来る。ちょっと一休みすればまた再開できる。一休み？はあ？もっと薬を打ちたいのか。いやいや待てよ。これは見方を変えればきっといいことなのかもな。試合の最後の方は見れただろう。ケイトの仕事ぶりはどう思った。いや全く見てない。全部は見ていない。わからないわ。全部見たわけじゃないから。ああ片付けてだいぶ忙しかったんだろう。感心したよ。ちょっと頼み事をしたいぐらいだ。これは厳しい状況だ。突然客を失ったんだ。客がいないということは金も入らないということだ。金を生み出せないんならリトルバード、お前は資産じゃない、負債だ。俺にとってもお前自身にとっても。だからこうしよう。お前に契約を引き継いでほしいと言ったらどうだ。ケイトに一緒に行かせて護衛をさせる。この場所を元に戻せるまでの間頼みを聞くと思ってもらってどうだ。私がこの人と。ケイトの。ケイトがどう思うか聞きたいわ。発言権はあるの。契約では発言権はない。それに本気でここに留まりたいか。客もいない、ない金もない、話をするやつさえいない。ああなるほどね。そういうことだ。ということでケイトは大丈夫だ。さあどうだ。もちろんいいわよ。護衛してくれる人は必要だし。よし、じゃあ決まりだ。それとほらこれを持って行って。最後の試合の金だ。やっつけてくれたお礼だ。ちょっと待って。私がいなくなったらこれから何をするつもり。心配しなくていい。この場所を立て直してもっと血の気の少ない客を探したりするかもな。さあ早く出て行け。もう歓迎はしてやらないぞリトルバード。本当に嫌なやつなんだから。自覚はある、トミー。言われなくたって分かってるよ。じゃあ出発したくなったらまた来て。おお、新たな仲間ですね。なるほど、まさかこんなところで新たな仲間ができるとはね。これでようやくあのおっさんも静かになったか。これでようやく集中して散策ができるね。と言ってももうほとんど散策しちゃったかな。ここに死んでる人もいるけど、中に入れるのか。入れなさそう。あそこか。犬がここだよって感じ。なんもないな、ここへ。うわ、いや。このシートに座れる。
さて、ここからなんかいっぱいあるな。ご飯か。終わりかな。散策終了。いや。ケイト、出発の準備はできたか？準備はできた。そっちによるわ。準備はできてる？どうかな。ここでチンタラ待っていると役立たずな気がしてくるわ。さて、冒険の旅に出かける準備はできた？準備完了よ。そろそろこの場所を出ていくときだ。行こう。そんな目で見るな、このドブネズミ。で、ドッグミートと別れることになるから、どこに移動させておくのかって決めるのか。どこにしよう。サンクチュアリ、ドッグミートサンクチュアリーヒルズに向かいます。またね、ワンワン。よしよし、素晴らしい。お、なんだ、居住地のワークショップで鉢物を作れるようになる。鉢物？危ない危ない、見逃してたね。おい、あんたなんで急に行くぞって言ってんのになんで休み出すんだよ。ねえ、何なの？話す。すみません。どうしたのさ。何か言いたいことがあるんじゃない？道の先を目指してて、私の魅力に惑わされたくないなら早く行こう。お互いの関係についてどんな風に思ってる？ケージの中で戦ってる時にいやらしい目つきで見てくるレイダーよりはあんたが見たいかな。今言えるのはこれだけ。わかった。ねえ、え？取引ってなんだ。もちろん手に入って嬉しい。つまり、あんたのためにね。え、バットしかこの人は持ってないの？よし。これついてくるよね。あれついてこないんだけど。あ、来た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 。おーい、おーい。来ねえ、来ねえ。あ、この人たちは何なんだ結局。出してあげられないのかな。あげられないね。何なんだ。ちょっとね、撮影逃しちゃったんですけど、ここでアイテムの処理をしていたら、なんか飛行機が墜落しました。突然向こうの方向に飛行機が墜落していきました。ということで、ちょっと墜落現場の方見に行きたいと思います。やべえ、こんなこと起こるんだ。ちょっとね、まさか撮影外でもったいなかったなって、録画しとけばよかったけど、まあしょうがないね。まさかこんなことが起こるとは思ってなかったもんでね。どこら辺だろう。なんかすごい音がしてね、なんかロケットランチャーでもぶっ放されたのかと思ったら、何かが墜落したんだよね。どこだどこだ、こっちの方に落ちてった気がしたんだけど。うわ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 、やれた、お前ら。あ、弱い弱い。やめ、虫を相手にしてる場合、相手にしてる場合ではない。どこだろう、どこに墜落した。ちょっとね、慌てすぎてね、ちゃんと墜落したとこ見てなかったもんで、どこかわからないな。
こっちの方角なんだと思うけど、銃声は今はいい。いや、もしかして銃声の方向か。出た、山田レイダー。お前を見つけるぞ。どこだろう。どこだ。あっちか。うわ、そこか。大丈夫かお前。どこだ。こっちの方角だとは思うんだけど、すごい煙。うわ、なんだ、なんか戦いが。やめろ。よし、見事な援護だ。いていて、タレット邪魔だな。うわ、え、ちょっと待った、これセーブしてない、やばい、飛行機墜落してないことになるんじゃない、これ。やべ、どっからだ。あー、やばい、こっからだ。こっからね、アイテムを売りにアバナシーファームに行ったら、なんか墜落したんですよね。とりあえずもう一回行きます。墜落するかな。下。結構遠いな。この方向だ、この方向。なんか UFO っぽかったね。行きたいけど、ちょっとその前にアイテムを売りさばく。持ちきれなくなっちゃうからね。セーブしとこう。よし、もう急ごう。結構遠かった感じ。 UFO っぽかったね。よかった、動画にちゃんと収められた。結構遠いよな、見た感じ。どこだろう。まだだよね。結構遠かった。こまめにセーブで。何がいるか分かんないからね。もしかしたら超強い敵が出てくる可能性もあるからね。やべ、犬だ。